ランニングシューズまとめ2021年夏おすすめのものを見ていただければ、あ、これ履きに行こうかなって、はい、これ見ていただければね、思えると思いますので、うん、こんにちは、スポーツ MC の岡田です。ラントリップ代表の大森です。ということで、今回は2人でお届けしていくのはですね、スポーツショップ店員が今おすすめするランニングシューズまとめ2021年夏いやー、夏がやってまいりました。アシックス編からお届けしていきますよ。まあ、アシックスがね、この企画、まあ、おなじみという方もいるかもしれませんが、はい、まあ、靴を選ぶプロであるですね、うん、スポーツショップの店員さんに、うん、今おすすめするランニングシューズ2つまであげてくださいって言って、まあ、アシックスと何ですかっていうのでおすすめしてもらったシューズ、うん、ここでねちょっとまとめて紹介していこうという企画でございます。現場の声を。そうなんですよ、うん、まあ、いろんな方と接客をしてるからこそ、ね、まあ、いろんなシューズがあって何選んでいいか分かりません、うん、っていう方におすすめしている方にそうそうそう、このおすすめのものを見ていただければ、あ、これ履きに行こうかなって、はい、うん、これ見ていただければね思えると思いますので、はい、ぜひチェックしてお店に行っていただければと思います。お願いします。ということでね、アシックス1足目紹介するのはですね、はい、ゲルカヤの28。なるほど、うん、まあ、ゲルカヤのシリーズって大森さんどうですか、履いたことありますか？いや、もう、はい、カヤノといえばね、もうアシックスの鉄板シューズというところだと思いますけど、だいたい履いてきてると思います。今回の28は履いてなかったと思うんですけど、うん、はい、28台続いてるってことですからね、すごいですよ。まあ、安心実績のっていうところでございますが、ね、これのねおすすめはステップスポーツの大橋さんが一押しというふうにね、はい、回答されてまして、うん、ファーストシューズにおすすめできる一足。なるほど。ゲルカヤのシリーズはクッション性、安定性、そしてサポート性のバランスが良く、安全で安心なランニングライフをサポートしてくれます。まあね、ですよね、カヤノといえば。そうですね、安心安全、やっぱりこういう大事ですよね。大事ですね、怪我をしないこととか、まあちょっと重量感はあるけれども、はいはいはい、初めて走る時の安定感とか、そうですね、安心の一足という、うんうんうん、いや、いいですね、これやっぱり来たかっていう感じですね。なんか28代目、うん、あのお父さん走ってほしいみたいな人はだいたいこれゲルカヤノとか、ね、あげるといいんじゃないかな。あ、それですねまさしく、いや、だからね、これを見てるおじさんとかでもいいかもしれないですけどね。そうですね、誰かにっていうのもいいかもしれないですね。あげたいみたいな時もいいと思います、ね、体が結構大きい人にも履いてる人結構いますもんね。はい、いや、いいじゃないですか、ゲルカヤの28でございました、うん、続いてのシューズがですね、2足目メタスピードエッジ。エッジね、はい、スカイじゃなくてエッジ、ね、そう、スカイじゃなくてね、エッジでございます、うん、こちらもですね、先ほどと同じくステップスポーツの大橋さんからおすすめということで、はい、まあ、このシューズなんですけど、まあ、ピッチ型のランナーに向けて、うん、あの開発された厚底シューズということで、うん、大橋さん曰くですね、うん、ピッチ走法向けの厚底シューズ、うん、クッション性と反発性を兼ね備えながら、他のカーボンプレート入りシューズと比べると癖がなく、うん、履きこなしやすいシューズです、うん、これまでの厚底シューズを履きこなせなかった方にぜひ試してもらいたい。なるほどね。そう、大森さん、スカイは、うん、スカイ履きました。スカイお気に入りです。あ、いいですね、はい、エッジはね、履けてないです。僕ね、エッジ履いたんですけど、あ、そうそう、エッジとスカイ両方とも履き比べてみたんですけど、はい、やっぱね、分かりやすくスカイの方がね、うん、バビョンっていく、バビョン系ね、ですよね。そうそう、なんですけど、僕はやっぱピッチ走法なので、はいはい、個人的にはね、エッジ結構良かったですね。コロコロ系ですか？そう、コロコロ系ですね。なるほど。でも本当にこの大橋さんのコメント通りで扱いやすい、だけど、うん、いつもより楽にレースペース出るみたいな感じですよね。なるほどね、ちょっと履いてみたいですね。いや、そうです、スピードシューズ探してるという方はぜひぜひ、まあ、27,500円ですから、はいはいはい、ちょっといいお値段でございますけれども ね、なんかそれこそね、東京マラソンとかレースが入ってる方、うん、いいんじゃないでしょうか。確かに、はい、そしてね、後半いきますよ、エボライド2でございます、はいはいはい、3足目、うん、こちらはですね、アートスポーツの山田さんから、はい、おすすめということでね、お話しいただいておりまして、こちらのライドシリーズの中でも、はい、コストパフォーマンスがいいモデル、うん、スムーズな重心移動が可能で、ジョグからスピードトレーニングまで幅広く使えます、うん、着地時の柔らかな感覚とともに重心を少し前にかけることを意識しただけでスムーズな足運びが体感できます、うん、日々のトレーニングシューズに悩んでいたらぜひこのシューズを試してみてほしい。なるほど、いいですね。これ何せ価格が1万1000円ですよ。そこですよ、はい、そこですよ。これやっぱすごいっすよねアシックスって恐ろしいな、はい、恐ろしいですね。ありがたいな、そう、このクオリティ1万1000円でっていう、ね、このエボライドって、このライド系ってどうですか、うん、森さん、ライド系はいいですよね。あの、うん、やっぱグライドライド愛みたいなのが動画ね、ある中で、ね、そのね、グライドが、まあ、次男坊だとしたら三男坊がエボライドなわけですけど、はい、はい、ガイドソールがすごいね、いい感じにこう転がってくれるっていう、うん、はい、ところがこのライドシリーズの特徴だと思うんですけど、まあ、そのこう楽に走るっていうメソッドがこの価格で手に入るっていう部分がこのエボライドの
魅力なんじゃないかなと思いますね。確かにね、やっぱりこれも癖のないというか、コロンって転がっていくけど、なんか転がさなきゃとか、あ、そう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 、そういうこと意識しなくても使えるっていうのはいいところですよね。そうですね、やっぱコストパフォーマンス大事ですからね。そうですね、夏場のトレーニングにっていうところで、うん、エボライト2でございました、はい、そしてアシックス最後、はい、4足目、うん、紹介していきたいと思います。そちらがですね、ムーサトライ13、いやー13とでも言うんでしょうか、ね、13代目ということでしょうか、はいはいはい、こちらですね、まあ、スーパースポーツデビュー渋谷公園通り店の田中さんがおすすめする、うんうん、トライアスロン向けの手術なんですね。ヌーサトライということで、うん、これ前作から一新、よりトライアスリート向けに進化したランニング手術で、うんうん、柔らかいフライトフォームが採用されて、優れたクッション性、そして安定性がスムーズで快適な足運びをサポートしてくれると、うんうん、でゴム製のシューレースも付属しているため、トライアスロンのトランジットでの時間短縮にうってつけの手術ですよという。ああ、これ恥ずかしながら私存じ上げなかったです。これね、まあ、元々ゲルを使ってた時はゲルヌーサっていう、ね、うん、名前だったんですけど、まあ、トライアスリート結構使ってる方が多い、そうなんですね、まあ、ダッシックスの唯一のトライアスロンモデルみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、もうここまで進化してるんだっていう感じなのと、個人的にはですね、うん、このフライトフォーム、ね、はい、フライトフォームいいですよ ね、いいですよね、これがやっぱトライアスロン用にも、うん、そうか、入ってさらに、ね、厚底になってる感じがあって、まあ、これトライアスロンモデルですけど別にね、うん、普通にランニングで使えます、使えると思いますね。あのゴムレースいいですよね、何気にね、シューレースがね、そうなんですよ、脱ぎはぎしやすい、この間もね、なんか別で話したと思いますけど、はい、玄関にこう何足か並んでた時に、はい、自然と足入れちゃうの結構ゴムシューレースだったりするので、なんか朝ラン用とかにもいいかもしれない。そうですね。そう、これやっぱり耐久性とかもそれなりにやっぱりトレーニングシューズとしてあると思うので、はいはい、まあ、結構ね、今回このフライトフォームが搭載されたことによってより反発性とか推進力が上がってると思うので、うんうんうん、トレーニングからレースまで、うん、まあ、いろんな万能に使えるシューズ、ランナーもいいんじゃないかな、デザインも、ね、かっこいいですよね、なんかね、そう、かっこいいですよ、うん、だからまあトライアスロンモデルといえど、うん、関係なく、ね、ね、履いていただけるんじゃないかな。これ13,200円、これ結構気になりますね。あとこの人と被らない、そうですよね、これもあるかもしれない、ゼビュー行ってみようね。そうですね。まあやっぱりそれぞれの履き心地って、これ今4足ね、アシックスおすすめのものをショップ店員さんにあげてもらいましたけど、うんうんうん、ゲルカイの28、そしてメタスピードエッジエボライド2、うん、ヌーサトライと、はい、それぞれきっと履き心地がちょっと違います、ね、まあそうですよね、どんな用途で使いたいのか、はい、自分の足に合うのか、そうですね、うん、それを考えるのが楽しいですよね。あ、そうなんですよね。そこなんですよ、どこに使うか、そう、何足でどういう風に使い分けようかなっていう、こうプラン考えるのがね、楽しいです、楽しいですよね。そろそろこの子引退だから新しい子入れたいなとか、うんうんうん、でもやっぱもうなんか天気とか、うん、体調とか、なんかその日のこう気分で結構こう履き分けたりとか、いいですね、体調とかも鏡できるといいですね、はいはいはい、夏って体調、うん、波が激しくないですか。大事です、大事です、今日行きたいって思ってるんだけど、うん、全然ペース上がらないとかね、そう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 、そういう時はちょっと靴の力を借りてみると、体重いなって日はポンポン系を選んだりとか、あ、弾みがいいやつ、うん、なんかこう体調いいぞっていう時はちょっとこうしっかり、それこそゲルカイノみたいなやつとか選んだりみたいな、そんな感じで僕かき分けたりします、ね、おお、じゃあそのローテーションの中にもアシックスの、あ、そうですね、はい、それぞれがゲルカヤノとかメタスピードスカイとかが入ってるってことですね、うん、いや、いいですね、ぜひぜひこの夏のトレーニングにアシックスのシューズチェックしてみてください、はい、今日お話ししたこのものなんですけれども、うん、記事でマガジンの方にも掲載しております、これ概要欄にもね貼って付けさせていただきますので、はい、そちらもぜひチェックをよろしくお願いします。ということでぜひね足入れしてみてください、はい、はい、この動画面白いと思った方ぜひ高評価、そしてチャンネル登録、コメントもよろしくお願いいたします。します、それではまた次の動画でお会いしましょう、バイバイ、バイバイ。